山形県民は芋煮の味付けで喧嘩する。どうもガッツです。今回は山形の郷土料理であるひっぱりうどんの派生版ひっぱり混ぜそばを作っていきたいと思います。サバ缶と納豆と麺をあえて食べる山形のジャンク混ぜそばです。絶対にハマるやばいやつなのでぜひ作ってみてください。ってことでひっぱり混ぜそばを作っていくでござる。今回使用する材料はこちらになります。でまずは赤味噌なんですけども、味噌、豆板醤、酒、みりん、唐辛子、にんにく、生姜、味の素の合わせ調味料になります。これは後で練っていきたいと思います。続いてタレなんですけども、醤油とめんつゆ、サラダ油になります。でトッピング用の具材なんですけども、卵黄と大量のネギ、ひき割り納豆とサバ缶、そして天かすと刻みネギになります。じゃあ早速作っていきましょう。まずは中央にネギを盛り付けます。で辛味噌でサバ缶で納豆で天かす。で最後に卵黄をトッピングして完成です。ってことでサバと納豆に感謝していただきます。じゃあまずはかき混ぜていきましょうか。こんな感じかな。じゃあちょっとリフトアップします。めっちゃくちゃうまそう。いただきます。半端ない。めっちゃくちゃうまい。こりゃうめず。ちょっと美味しすぎて山形弁出ちゃいましたけど、なんだろう、辛味噌が結構いい味出してますね。で麺なくなっちゃいましたけど、ここにご飯入れてもらって食べてもらっても全然いいと思います。まあ今回入れませんけど、このままがっついて食べちゃいます。完食。